バートグルントの街並み、バートグルントは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンエン群に属す町村である。西ハルツに位置する、この町は、療養洞窟と温泉業が営まれている気候の、良好な保養地である。バートグルントは、北北西の税ゼ前ゼ、東のクラウスタールゼラーフェルと、南のオステローデアムハルツの間の、ハルツ自然公園内に位置している。 北の連邦道 B242 号線沿いにヒュービッヒエンシュタイン山。この道路の北北東にイーベルク山がある。ハルツァーヘルスターシティークが町内を通っている。バートグルント町は6つの地区で構成されている。以下の表に6つの地区と2013年6月30日、現在の人口を示す。ラウプヒュッテおよびタウベンボルンを含む大ヒヒュッテを含む。 ノイヒュッテおよびオーバーヒュッテを含むバートグルントは、北は、税前、南は、オステローデアムハルツ、西は、カーレフェルトと境を接している。この他の町境は2つの市町村に属さない地域、北西から北東のハルツ地域および東のハルツ地域に接している。2013年3月1日に、ザムトゲマインでバートグルントを構成する町村が合併し、 バートグルントが形成された。2016年11月1日に、オステローデアムハルツ軍とゲッティンゲン軍が合併して、以降、この町は、ゲッティンゲン軍に属している。グルントの古い地名としては、1317年フンド、1321年グラント、1322年グラント、1405年グランド、1504年グランダ、1505年グランダ。 1505年、グランダ、1519年、グランダがある。グランドの地名は総じて定地を意味する。高知ドイツ語でも、定地ドイツ語でも、同じ意味で、例えば古高ドイツ語では、グラント、小作戦語では、グランドが、土地や、地面という意味である。ザクセン北西部でこの語は、深く、次第に切れ込んでいく土地を意味している。中引くドイツ語では、深み、濃く、 谷底という意味で、グラントが使われる。北部ドイツ語でグランドは、山の間の低地、小さな谷を意味する。福音主義イコールルター派の聖アントニウス教会は、町の中心部マルクト通り沿いに位置しており、クラウス・セラー教会クライスに属す。1950年代から建設された、タウベンボルン集落では1960年6月12日に、タウベンボルン礼拝堂が建造された。 カトリックの聖バルバラ教会は1961年から1962年にダンツィガー通りに建設された。ラウテンタールやビルデマン集落もこの教会区に含まれていた。この教会は2010年2月6日に世俗化された。現在最寄りのカトリック教会は約 8km 離れたバーデンハウゼンにある。ヒュービヒベーク12番地の新首都派教会は2007年に 閉鎖された。教会道は売却され、住居として利用されている。最寄りの新首都派教会は9キロメートル離れたギッテルデにある。バートグルントの町議会は22議席からなる。これは人口8001人から9000人の自治体の議員定数である。22人の議員は5年ごとに住民の選挙によって選出される。町議会ではこの他に、 町長のハーラルト・ディーツマンも投票権を有している。バート・グルンタの町長はハラルト・ディーツマンである。2013年の選挙では対立候補がなく76.68%の新任票を獲得し町長に選出された。この選挙の投票率は60.27%であった。ディーツマンは2013年3月1日から町長に就任した。 バートグルント鉱山博物館セイアントニュース協会、ヒュービヒエンシュタイン山頂の皇帝ビルヘルム一世、記念非正土曜日のオスターホイヤーと4月30日のバルプルギスの夜の炎がこの街の最高のイベントである。1970年代から毎年8月の第3土曜日にタウベンボルンで行われる対比インフランメンがこの街最大のイベントに発展した。 バートグルントは特に最高によって特徴づけられた町であった。1992年に最後の鉱山が閉鎖された。ここからは600万トンの銅と2500トンの銀が採掘された。セルブステクノロジー GMBH はバートグルントで約50人の従業員によって器具や材料を滅菌するための滅菌機、凍結乾燥機、オートクレーブ容器を製造している。 バートグルントは、修道 L524 号線経由で、オステローデアムハルツへ行く、連邦道、B243 号線及びクラウスチェラー及び、ゼーゼンへ行く、連邦道、B242 号線に接続する。後者を経由して、アウトバーン A7 号線に至る。バートグルントは、バスで行くことができる。1971年までは、鉄道ギッテルで、 バートムルンと線の列車も運行していた。ありがとうございます。